4フッカウラン、またはフッカウランはウランのフッ物で緑色の結晶性固体である。蒸気圧が低く水にはわずかに溶ける。酸化数4のウランはプロセス上で取り扱いが異なるため非常に重要である。ウラン生成工場ではグリーンソルトと呼ばれる。4フッカウランは金属ウランまたはウラン酸化物 u o 2から6復活ウランを得る。 最の中間物質である。六フッカウランを水素で還元するか、酸化ウランにフッカ水素を作用させることで得られる。四フッカウランは、ウラン酸化物に比較して不安定で、室温で空気中の水分とゆっくり反応して酸化ウランとフッカ水素に分解する。フッカ水素は腐食性が極めて強いため、排気に時間をかけるのは望ましくない。四フッカウランの密度は、 製方や原料のウラン化合物の種類によって2 0 g 毎立方センチメートルから4 5 g 毎立方センチメートルの範囲の値をとる。溶融塩類を作動流体として用いる溶融樹原子炉では4フッカウランの使用が想定されている。4フッカウランは他の塩類に比べて同位体分離が不要で中性子経済や減速効率が良く、 蒸気圧が低くて、価格的にも安定であることから選定される。他のウラン塩と同様に、4フッ化ウランも有毒で、吸入、摂取、接触のいずれも危険である。ありがとうございます。